シェリーチャンネル。どうも、シャラムシェリーです。おはようございます。お願いします。田中裕介です。駅前は出ます。田中島井の前由一と申します。大海早田です。田中翔です。本日の企画は安津。味しめましたか？100年ラルク2という企画をやりまして、大変反響をいただきました。もうたくさんねコメントもいただきまして、本当にありがとうございました。まあ、主にあの私の訂正が多かったですね。結構コメントでも参戦出してくれてる方多くて、すごいこっちとしてもね面白いなと思ってたんですけど、そのラルクツ、うん、おっしゃってました。リーダー、うん、そういう設定でやってますんで、疑惑が出てまして、ラルクツなのかという疑惑が。まずクイズ第1問目、盛大に外し、イントロクイズね。はい、称号もなんと翔さんの方にラルクツの称号を奪われ、そして年間視聴ランキングでもラルクアンシエルは第6位ということで本当にラルク2かと。ラルクより好きなバンドがあるんじゃねえかっていう。年間1位はシドだったんですけど、トップ5にジャンヌ・ダルクとアシッド・ブラック・チェリがランクインしておりまして、言うなればヤスさんの、まあ、バンドでございますよ。ヤス2なんじゃねえのっていう。実はなるほどね、そっちなんじゃねえの。あ、そういう流れでの安津ね。そうそうそう。あ、なるほど。だからそっちの方がもっと語れんじゃねえかなと思って。あ、なるほど。で、今回は安津ということで、はい、ジャンヌ・ダルク編とアシッド・ブラック・チェリー編に分けて参戦していこうと思います。またなるほど。どうですかお二人は。申し訳ないけどあんま知らない。あんま知らない俺も多分普通の人と同じぐらいしか聞いたことない。変わらずビギナー。そうですね、ビギナーってわけじゃないですよね。準ビギナー。準ほぼほぼほぼビギナーじゃないでしょ中級ぐらいかも。一応アルバムは全部聞いてます。あーでもすごいな。マジか。え、違う俺も多分アルバム全部持ってるんだよ。あ、持ってる。やっぱなんかこう聞いてきたその濃さが違う。ラルクほどやっぱ語れるかなっていうちょっとこの心配はね。心配はね、ちょっと不安はあるけどそこはまたコメント欄に皆様にもフォローいただきながら、多分みんなの方が詳しいまた叩いてもらおう叩いてくれ。やっていきましょう。はい、いただきだ。今回はジャンヌ・ダルク編ということで、シャルムシェリーが選ぶジャンヌ・ダルク最強曲参戦。はい、わかりました、はい。ジャンヌ・ダルク1996年結成。おお、3歳だ。3歳ですね大阪で結成された5人組ロックバンド。ボーカルヤス、ギターユウ、キーボードキヨ、ドラムシュージ、ベースカユ。多分デビューしてからだと思うんですけど、スタジオアルバムは全部で6枚リリース、シングル26枚リリース。2007年に活動休止。あー、びっくりでしたね。で、2019年に解散。びっくりでしたね。ほぼほぼもう15年ぐらい動いてない。東北大震災の時、2011年の時に YouTube でメンバー5人揃って、うん、内容定かじゃないけどなんか募金しますみたいな、うんうん、そういうメンバー全員が揃った動画が上がって、あれ、これもしかしてまたやんじゃない、またあるんじゃない、はいはい、無料ライブみたいな、あの時多分いろんなバンドが各地回ってやってたと思うんだけど、ね、ジャンヌもやるんじゃないかっていう淡い期待は正直ありました出た、甘い知識これ余談ですけど、ボーイも解散してて、で2011年にそれこそやっぱいろいろ解散してたバンドが復活とかしてね、まあ、ね、やってたじゃないですか。これボーイもあるんじゃないかみたいな噂があったんですけど、うん、なんとボーイの曲を全部氷室一人が歌うっていうらしい。お、他メンバーはボーイ。その頃布袋さんだってコンプレックスで出てなかった。そう、そうだよね。印象で言うとバカテクのバンドっていうイメージなんですけど、インディーズの頃からそんな曲作っちゃうっていうのかなり多いかもしれない。ギターとかもルルルルルルって感じじゃないですか。すごいね。まあでもやっぱりうちら世代でジャンヌを認知したのってやっぱ月光下じゃないかなって、うん、ブラックジャックの、Google の一番上に出てくるやつも月光下、うん、で2番目がシャイニングレイ。ああそうだね、バンド名の由来。ジャンヌ・ダルクと言われるとフランスの英雄ジャンヌ・ダルクから引用されたと思われがちであるが、はい、実は漫画新デビルマンに登場したジャンヌ・ダルクが直接の由来である。ああ、なるほど。でもそのガチのジャンヌ・ダルクについて歌ってる曲ありますか？
メシア。そう。そう。上げていきましょうか、じゃあ。上げていきましょう。じゃあちょっと、ビギナーの僕から。はい。俺は逆にこれが一番最初に知った曲。はい。ネオビーナス。ネオビーナス。これシングルで、かなり初期だと思います。はい。でも4枚目とか5枚目ぐらいの。8枚目です間違った情報をお届けできないからごめんなさいね、ウィキペディア見ながらちゃんと見ながらね、はい、僕はこれ中学生の時に初めて聞いて、それでジャンヌ・ダルクっていうのを知った。おお、アルバム「ザ・ハード」からのリカットシングルですって。へえ、あ、じゃあもともとアルバム曲だったってやつね。そうですね。あ、そうなんだためになっちゃったSpotify のランキング1位も圧倒的に月光か、まあね、まあ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 、もう2位の曲にダブルスコアつけてます。で2位がヴァンパイア。あー、アルバム曲だね、うん、なんかお姉みたいになったで3位がシャイニングレイ、うん、4位ドールズで、5位に振り向けば、うん、これはですね、卒業な感じの曲ですよね。PV がちゃんとあの母校で、あ、はいはいはい、撮影されてるんですけど、うん、あのカーユだけ母校違うんですよ。合ってますか？合ってますか？でも同じ学校のやつらで天下を掴むってすごくないですか？キヨはかなりヤスがアプローチしたらしい。へえ。見けば俺堀北真希が可愛かったのっていう傾向しかないな。ミュージックビデオ？ミュージックビデオ。ヤスだっけ？確か出てた気がする。そうだっけ？あ、これも怖いぞ。やべ、戦いレイニーだっけ、あ、なんかに妻夫木出てませんでしたっけ。やべえぞ、ウィキペディアに書いてねえな終わった。いや、確か出てんだよ。ちなみに自分の好きな曲は、俺多分ドールズかな。俺もドールズだな。ネンヘラしかいない。いや、いいですよ。初めてコピーした曲だからね、ドールズは。フィールザウィンド。ああ、いいね、爽やかな曲ね。ヴァンパイアのライブ映像を見た時、はい、興奮しましたね。あれはあれですか、大阪城ホールのやつですか、はい、ちょっと炎上、ガチで炎上したやつ。今の SNS 社会だともっと、うん、今の時代だとやばかった、やばいと思う。これ本当に噂でしかないけど、こう やられた人が、はい、マジで叩かれすぎて自殺したっていう説があるから。DVD 持ってるんですよ。副音声でライブ見ながらみんなで談笑してたみたいな、あるじゃないですか。で、あのシーンになった時に、うん、こう、まあ、抱き合ってるところの、うん、この辺に、なんか眼鏡かけた男かなんかがずっとこうやって見てて、それ見て、みんな爆笑っていう。めっちゃ見てるこいつみたいな。純ビギナーいいですか？シルビア。シルビア。なんか豪華に書いてきたけど。入りのギターから大好きなんですよね。タッピングのユウさん曰く、ピアノをイメージしてフレーズらしいですね。おー。シルビア、10枚目のシングル。ちょうどね、その時にね、親戚が乗ってた車もシルビアだったんだよね。それ関係ないよ、別に。どちらもね、2001年リリースですね。2001年すごいですよ、5枚出してる。シングル、すごいね。ドライ、ネオビーナス、シード、シルビア、フィールザウィンド。いいですか、じゃあ僕も出して。はい、いいよいいよ、どうぞ。ご存知でしょうか、ワッツァ。え、知らない、どうした。曲名です。何に入ってんの。アナザーストーリー、4枚目のアナザーストーリー、ヴァンパイアとか入ってる。明らかに、なんだこの曲みたいなのがあるんですけど、歌詞がなんかメンバーのことについて歌ってるみたいな。強気なやんちゃベーシスト、ペットにはデチマチュ言葉みたいな、ゾロ目をこよなく愛す、几帳面で派手なドラマーとか。ああ、なんかそういうのがあるんだ。ごめんなさい、今見るとちょっとエモいとかあるんですけど、僕はいつまでも思うよ今が続くと、真面目にバカやり続けながら歌い、笑い輝けるように。一回でも生で聞きたかった。俺でも、俺それ聞いたことないかもしれないな。陽介以外はあれか、シングルで、うん、シングルかどうかも知らんかったけど。ただいいなと思って。知ってる曲いただけ、うん、ってる曲いただけ。じゃあ、自称ヤスツ。ヤスツ、ヤスツ、セブン。あ、これはかなり古い曲、多分アルバムで言うとジハードあたりの曲だと思う。多分いきなりもうイントロからもう変拍子なのかな。多分歌詞がね、ちょっと面白いんですよね。1から7まで命令してるみたいな、
7つの滞在をテーマにしてるって。一番の終わりで7つだけ言うことを聞けで終わって、で2番でその7つの言うことっていうのがこう歌詞で出てくる、うんうんうん、あなただけだと今近い、罪を感じて懺悔をしろ、蹴られても抵抗する、泣いて許しを請う、そして言い訳をしろ、次はいつものように甘えてみて、よくわからんそれができないのならここで今死んでみせてくれるよ。師匠さんじゃ死ぬしかない。ちょっと情緒わかんないね。蹴られても抵抗するなんて。泣いて許しを言った後に言い訳をしろと。なかなかですね。懺悔した後に言い訳をするんです。なかなかむちゃくちゃ言ってくれる。言ってくれるじゃねえか。なかなかむちゃくちゃ言ってくれるよ。それできないなら死んでくれ。尖ってたんだね。時代だよね。ちなみにミステリアスとこのセブンのどっちかがをシングルで出そうってなってミステリアスになってる。あ、そうなんだ。はい、あ、でもそっか、あれも同じアルバムだもんね。そうですね。そうか、これギターソロが確かほぼ 全編タッピングぐらいの8フィンガーみたいな感じのかなり難しいんですよね。じゃあ皆さんあともう一曲ぐらい。はい、ダイヤモンドバージン。あーテレレレンテレレレンテン。なんかやっぱイントロで掴まれる曲が多いのかな。ダイヤモンドバージン乙女。文字起こししたくないよね。曲面にはいいけど。いやでもあの歌詞書く身としてはなんかわかります。もうなんかその響きがハマっちゃったらもう抜け出せないというか。うん、きらめき、ゆらめき、ときめき。ちょっかっこいいよ。好きなみの言葉で申し訳ないビギナーの僕、はい、これもさっきのネオビーナスの後に聞いたやつか、うん、マリアの爪。あーあー懐かしい。単純に聞いてあかっこいいって思った思い出がある、うん、懐かしい。でもこれシングル、シングルですね。シャイニングレイの次、2002年ですね。マリアの爪跡ね、いいね、いいですね。確かにね、かっこいいね。これが初のノンタイアップシングル。え、じゃあ今までずっと何それまでタイアップしてた、持ってたってこと。すごいね、14作全部タイアップしてる。すごい。出た。逆に言えばマリアの爪痕の3年後に月光感が出るんですよ。世の中的な認知っていうと、うん、まだまだ先なんだなっていう、うんうん、まあでも俺らよりだからもうちょっと3つ4つ上ぐらいの人は、まあ、知ってるんじゃないかな、うん、多分。確かにタイアップしてるけど、オリコンチャートでいうとなかなか一桁台に乗ることはそれまでなかったみたいですね、うん、でちょうどシャイニングレイからまあ8位とか。じゃあ私いいですか。どうぞ。で自称やすつレディー。レディー、どんな曲だっけ。これあのアルバム曲でシャッフルの曲でなんですよね。どイングトムと同じ流れが出てレディレジストかな、似た立ち位置が来た。インディーズ2枚目のミニアルバム。よしたなかなかこれ通じゃない。これは通じゃないか。でしかもウィキペディアなんですけど、レジストのページで大体みんな曲にこういうのに影響されて受けたとか、うん、ライブでよく演奏されてるとかってなんか入ってるんですけど、レディだけ何もコメントがない。でも多分ジャンヌ好きな人結構これ好きなんじゃないかなって。これは2だと思います。ピアノとかグラスとか入ってる、うん、結構シャッフルで結構おしゃれな感じの曲、うん、かつ激しい歌詞も安感出てます。さあ今すぐここへキスしておくれ、おくれよ、おくれやす、おくれやす。まあこんなもんしたと絶対レディ入るじゃん。この前の流れから言って、いやワッツアップ、まあ、って俺は知らないもん。ワッツアップ入るじゃない。やっぱ上級は知らねえんだもん。確かにある種ある種俺別に俺上級で自分で言ってないからね。ただ俺年間で5位にジャンヌ聞いてたよってだけのあれだから。それでも聞いてない曲やってるでしょ、うんうん、じゃあそれはもう結構通なんじゃない。ワッツアップレディ、やっぱりレディなくす。あれ逆にもうこれなしやろっていうのはありますか。定番じゃんみたいな。ダイヤモンドバージンじゃない。ダイヤモンドバージン定番だな。なんか俺の曲が消されるシルビア結構あジャンヌ・ダルクの話をするとなんか大体会話には出てくるかなっていう。なんかコアなとこばっか攻めてっても新規ファン絶対許さないやつになっちゃうから。まあまあまあ、そこは広い心を持ってもらわないと。なるほど。認
チ度もそうだし、やっぱその曲の例えばフレーズがね、こういいとか、ね、うん、そういうのも込み込みで、うん、シルビア結構いい塩梅だと思うんだけどな、うん、でもセブンちょっと俺よく分かんなかったんだよな、歌詞見てあ、確かに確かに初心者の人とかにおすすめはしにくい、うん、どっちの方が好きなんですか、ネオヴィーナスとマリアの爪痕。いやでもネオヴィーナスの方が好きかな。じゃあマリアはやっぱ明るめな方が好きなんだ、ね、そうね、中学の時これ聞いた時もうかっこよすぎて鳥肌だった。おお、漏れた漏れた、鳥肌が立ったなこれネオヴィーナス VS シルビアじゃないですか。じゃあじゃんけんするじゃんけんするか最初はグーじゃんけんほいよーしというわけで、じゃあシャルムシェリーが選ぶジャンヌ2参戦いきます。シルビア、はい、What's up、はい、レディー、はい、決まりました。初めて曲残った俺。今回残んなかったから。まあレディに関してはもしかしたらサブスクとかは出てないかな。なのでまあ YouTube とかでね、うん、チェックしてみてください。シルビアはシングルで出てて、うん、WhatsApp はアナザーストーリーに収録されてます。うん、どうなんだろうこれは。皆さんよかったらコメントください。はい、お願いします。以上これで、はい、終わります。ありがとうございました。今日も動画を見てくれてありがとう。あんキュンです。 SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイ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 。